ダメ、何やってんの。Yes, yes, yes. No, no, no. No, no, no. ここの背景久しぶり。テンション上げ上げ。こんにちは、ほのぼのでイエ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 イ。今回ですね、前回の動画でノイロン番組で一番回っている動画何っていう動画なんですけれども、巨大氷を作っている動画でノイロン番組で一番再生されている動画なんですよ。巨大風船氷を、はい、それ2年前にやったんですけれども、去年やらなかったので今年2020年やりたいと思います。イエイ。あなたはとりあえず白い服に着替えないといけない。やだ。じゃあその上から着て。もうバーン。持ってきました、こちらパピコがユニクロで買ってきた T シャツです。まあこれ2枚あるから。これマミコの服の方が絶対いいよね。いや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 、今回はパピコで。あのシーンを言うかわからないけれども、ワンちゃんパピコの中に言わないかもしれない。いいじゃん。え、めっちゃ似合ってるよ。ちなみにこちら2001年宇宙のダビとのコラボ。うん、パーパーアンダーカバーとこれコラボの服めちゃくちゃ持ってる。でなんかユニクロで出たっていうことでゲットしたみたいで、これ1500円。じゃあ予想してもいいかな。ねえねえ、私ジュエリーとさ、あのビリアリーユニクロとさビリアリッシュがコラボしてるやつ、あれ欲しいね。ももかちゃんが紹介してる、そうそう、村上隆さんとコラボのやつ、ガッチャンコリン。ビリアリッシュのみのもあんのよ一応。なんかでもなんかさ、一つ言っていい？ビリアリッシュコラボってさ、私いろいろ見てきたんだけど、 H&M とベルシカとか、まあ、今回のこのユニクロとかも全部なんか同じなんだよね。そうなんだ。そうだから村上隆さんコラボが出るって言ったらやっぱ欲しくなる。これでしょ。そうそう、これのお花のやつ。かわいい。じゃあもう早速準備するものなんですけれども、自由研究とかでいかがでしょうか。夏休みはなんか少しだけあるみたいな。うちも少しだけある。私も少しだけあるんですけれども、夏休み多分宿題が出るときに、まあ、自由研究何にしようかって。宿題出んの。あ、でもまあ中学生はないよ自由研究とかは。あ、ないんだ。なかったよね。確かないと思うけど、まあ小学生の皆さんとかは自由研究でなんかしなさいってやった時にこれぜひやってください。氷を割って家にいる時のストレスを発散しましたみたいな。自由研究なんですけども、バルシュしたらこの世界どうなったかっていう研究でもいいの、うん、そうそう。今回作る氷なんだけど、色をねバルスカラーにするの。だからバルスしたら月どうなっちゃったかなっていう研究をしましたって先生に言えば、もう先生泣いちゃうと思うから。あー、そういうことそういうことそういうことバルス、バルス、はい、メーカーメーカー。面白いと思います。3分間待ってやる。え、まず用意するものはですね、こちらのオーウィンズ。おお、これ変わってない。アルカリイオン水。え、アルカリのイオン水って飲めるんだ、贅沢だな。まあ前回の動画見てくれた方は分かると思うんですけど、あの前回の動画を参考に学びながら今日作っていますので、用意しているものを動画に沿って用意しました。ボクボクのクマの極秘情報何なんだって。これも変わってないじゃん、2年前だよ。腸内環境スッキリだったやん。柔らか。賞味期限いつまでなんだろう。2022年だ。そっか。ということで今回はナナがバルスカラー作って、ほのぼのが透明を作ります。氷を作るね型なんですけれども、こちらの風船を、バルスがこっち、はい、バルスでこっちうちね、はい、普通の風船よりも大きな風船で、直径がね確かこれ多分30だと思うのよ。30って書いてある。そう、30cm。なのでこれに入れていきます。確かですね、ほのぼのでかい方はこれ丸々2本使ってた。そうだよね、うん、そう、持ってくる、うん、飲むのはもうこれ大きすぎると思ったから、前回飲んでるんですけど飲んじゃダメでした。今回は飲みません。フリじゃないです、飲みません。じゃあとりあえず風船開けちゃいます。送風機、あ、でも割れそう。うわ、うち風船恐怖症だったんだった。大丈夫かな、私こういうの本当無理なの。いくよ。音が無理、こーわっ。膨らむ気あるか、ちょっと違うみたいな。弱すぎてできないみたい。だから口で頑張ります。弱くない肺活量。あんたボイトレやってたでしょ。やってたでしょって今もやっとる。第一段階こすと大きくなんだよね。顔真っ赤じゃん。いかが。
もう膨らんだから、うん、でないのはもう水作っていきます。色がね見づらいのでラベルを取っていきます。私こういう動画好きで、ちょっとここからね粉が溶けるところがめちゃくちゃ綺麗なのでずいぶんいい。まずですね青からいきます。マルスカラーの作り方で私の場合は今回もですねこちらの海藻のね青を使っていますのでこれも全然安全です。はい、で紫なんですけど紫は紫芋の方が使われます。芋です。こんな感じで粉末になってます。あ綺麗だかな。あと爪が長いから爪が長い、爪可愛いから開かないんで。よし、おーついたね。指紋認証ね。ちょっとは？はぁってなったのが本能。もうこんだけの量があるんで一応ねスプーンがついてるんだけどちまちま入れてる。スプーンで一回入れないとって、あ、ダメですね。入れます。でもダメだよ、いっぱい入れないよ、瓶ごといきなよ。今日の服が青なんで、あれちょっと、え、ちょっとスマホ持ってきて。インスタ映え、インスタ映え。ひらしたこ、もうちょい入れよ。待って、え、美しい。いっぱい入れます。いきますよ。これもまた綺麗なんだ。これぐらいでいいかな。めっちゃ綺麗。フラッシュだね。上から行って。はい、インスタ映え完了。それでは一旦振っていきます。成長したね。綺麗。うわ、すっごい。綺麗だ。図書室とかこういうのなかった？あるある。色水みたいなの並んでんの。それね、図工室。図工室。これだね、ちょっと薄いので紫をね、刺していきます。ほとんど使ってあるんだ。これ全部使っちゃえばよかった。そうだ、そんな使った？見て。レギュラー。紫色入れます。黄色、紫色入れます。紫色入れます。ちょっとわかんないんで振っていきたいと思います。全然変わっておりません。ちょっと入れていきます。私入れてるの紫だよね。めっちゃ赤いんだけど大丈夫そう。入れます。見てほら、めっちゃ赤じゃない。あ、なってきた、なってきた。あー、飛行石、飛行石。さっきより濃くなったんで、あんま好きなくなったというか。うーわ、真っ黒。あ、でも、あ、わかるわかる。こんな感じできました。で、ノイノはこれで入れていきます。逃げて、危ない。白い服だよ、危ないよ。本も手伝ってもらわないとできないから一回これ外しなさい。よいしょと。スタートとかないから。テレ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 、押して。うわ、怖い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 。待って、これ大丈夫か。動きがいっぱいあるけど大丈夫。大丈夫大丈夫。クリス、すごいあるか。15。痛い痛い痛い。いいよ。いや待って、いいよって言われてさ、この状態で押すのきついんだけど。あ、一回、そう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 。うん、上手上手。もうすごい入ってる。うわどうした。ちょっとぐらい漏れてもいいでしょう。うん、ちょっと待って、オッケーオッケー。いい、閉めるよ。いいよいいよ。どいてー。あ、どいてー、どいてー。逃げた、危ない。違うの、飛んじゃう。いいよ、いいよ、もう触らなくていい。触ったらだって、そう、こうなっちゃう。大丈夫、大丈夫、攻撃するか、私。あ、こんな飛んだ。あ、本当に危ないよ。大丈夫。パパのだもんね。あ、ごめん、水出てきちゃってる。大丈夫？あ、大丈夫なそう。ファイティン。爪だよ、爪。根性だな、これは。違う、爪だよ、あんたは。根性だよ。爪だって。できた、できた、できた。できた。結構残ってるけど。しょうがない。ちょっとこれ、もう破裂しそう。うち今からそれの倍作るのになんで破裂しそうって言って。ちょっとごめん、どうしたらいいこれ。え、可愛がっときな。ちょっとごめん、これもう。いい、怖いから冷凍庫持ってくね。周りだけを凍らせるっていうのなんで、私たちが寝るときに入れてちょうど周りが凍るみたいな感じ。中は水がいいんで、まだちょっと入れないよ。え、でかすぎ。え、ちょっと無理。でかすぎ太郎。やめてやめて、もう無理もう無理。いくよ。ノイノンのは一発で入れたんだけれども、ほのぼののは一発では無理だから、ここで作るのってね、無理なの。台所。そう、台所に行かなければならないんですよ。なので、もう時飛ばしで、外のノイノン。晴れてるほのぼの外に行くって言ったんですけども、やっぱり皆さんに途中経過見せたいと思いまして、こんな感じ。ほのぼのできたのとうちができたのを見せます。うわ怖い怖い。待って、空気入ってる。やだ、バリバリ空気入ってるんだよ。ほのぼののが2リットルを2個で4リットルでございます。うわやばい、もう、あ、ボボボボ、すごいでかいし、もうやばいんで、もう早く入れて凍らせたい。かわいい。なんかぷよぷよみたいな感じですね。ぷよぷよーず。ダメ
画面一番ダメじゃん。じゃあもう本当に音との何やろ、バナバナ。はい、ということで本当に眩しいです。外って眩しい。変わってないね。変わってないです。あれから8時間ぐらい経ちました。寝ておきました。それでは早速氷持ってきます。あ、ダメ、何やってんの。あ、ダメ、何やってんの。まさかのほのぼのをして割れるっていう。でもよかった、成功してる、成功してる。よかったよかった。ここがなんか氷みたいになってる。そうそうそう、もうここね、穴がちょっと空気が入ってたから、ここ穴がちょっと開いてるのよ。じゃあ私の方行きます。バルスの方です。うわぁ、すっごい、うわぁ、すっごい、バルスすごい綺麗、すごい綺麗。怖い怖い、すごい綺麗。怖い怖い。水は青がすごい。それではサムネいきます。はい、サムネ。あー、眩しい。はい、それでは割っていきたいと思います。じゃあ一人一人割っていくんですけど、ほのぼののはもうね、もう割れてる、割れてるんで、それでは割ります。いけ、いくよ、うん。前回よりも薄い。こんな感じで、すげえ、痛っ。え、刺さるぐらい痛いんだけど。中がね、霜柱みたいになってんの。こんな感じです。痛い。ほぼの一口いこう。いただきます。じゃあ、ほのぼのお願いします。見て、ほんと中雪みたいになってるの、ほら。冷た。でかい方は分厚いわ。すごい、冷た。トロフィーみたい。これ割れる、いくよ。割りやすい、うん、いや、めっちゃ遊べる、雪みたい。本当に雪みたいな、中が。ほら、手が真っ赤になるぐらい冷たい。これ赤とさ、青で作ったらさ、シティリーのさ、メガネできることない。やば。いただきます。これ氷みたいな。で、氷だもんだって。食べなんだ。ビョン。この分これ4リットルの水でやった氷なんですけど、穴が開いた場所がちょうどね、ノエノの風船と重なってたところなんですけども、あんまり凍ってなかったみたいです。ここにバーって2人でしたいと思います。氷入ります。氷食べながらやる、うん、これ超綺麗な透明なの。ほらめっちゃ綺麗。これ分厚すぎて全然できない。ということで今年も巨大風船氷作りました。ちょっとほのぼのがアクセントあったんですけれども、夏ね、
やってみていかがでしょうか。本当すごい簡単できるので、でも割れるシーンが撮れたので大満足なんですけど、これは庭でやった方がいい。あ、そうですね、家の中でやったら、いや、ちょっと外でやってください。これは今回これは紅葉でしたら、また近々やりたいと思いますので、楽しみにしててください。また今度氷作ってほしいと思ったヒートをグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今回もすごい映像撮れたなと思ったヒートもグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本当はね、この余った氷でかき氷作ろうと思ったんだけど、そんな感じじゃなかったです。かき氷になってるもん。それな、うちらが砕いてかき氷になってました。それではまた次回のアナマグルをしましょう。キャバイバイバイちゃん。低くなり響く音透明